まく思考が内側で嘆いてる。祈りは儚い裏切りの居住地。無駄じゃない太陽を眺めては繰り返していた。染み汚れていく最果ての希望を掴むて偽りの仮面たぐり笑い泣いてる。何を明日の風はガスト、コードレッド。ネーミ、やっぱ朝からパトロールは疲れるな。部屋に戻って昼寝でもするか。ああ、ガスト、ちょうどいいところに。おお、なんだよジュニア。俺を探してたのか？いや、誰でもよかったんだけど、お前が一番ちょうどいい。どういうことだよ。だから、これは俺のだって言ってんだろ。話の通じないやつだな。僕のだって何か言えばわかるんだ。話が通じねえのはどっちだ。これは俺のだ。違う、僕のだ。おいおい、待て待て。何騒いでんだよ、アキラ、マリオン。ガスト、聞いてくれよ、マリオンが。お前は黙ってろ。どうせ僕が悪いみたいに言うんだろ、バカだから。んだと？悪い、ジュニア、説明してくれるか。愉快なアドラー家。坊ちゃん、今日は大佐から大事な話があるそうです。大事な話？ああ、お前の妹ハンナに関することだ。てめえ、ハンナに何かしやがったのか。だからなんでこう血の気が多いっすかね。話は最後まで聞いてください。何でも反抗すればいいと思って。くだらん。さっさと話せ、待ってやってんだからよ。ハンナだが、実は最近小説を書いているらしい。は？小説？あいつが一番好きなコミックス、タイトルは何だったか。キラキラ？キラリン？おい、ルカ。きらめきアドレセンスっすよ、大佐。そうだ、そのきらめきアドレセンスの小説を書いているとか。二次創作ってやつですか。好きすぎて妄想が。